お願いします。今日の注目の日本の2つ目の試合ですが、その前にまず日本のスターティングメンバーですね。初戦と全く変わりはありません。ゴールキーパーが下川です。ディフェンスは左から相馬、井原、小村、右に柳本、変わりません。一方こちらウズベキスタンです。 C はキャプテンマゴメトフのところについています。ゴールキーパーが1番のブガロ、そしてディフェンスが左から5番マモトフ、4番マゴメトフ、16番デニス。 C は攻撃的なミッドフィルダーの17番のハサノフを少し上げてくるのか。さあ前半が始まりました。ハザロフを前に置いてるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、9番のハザロフが少し前気味ですね、はい、左から右に攻めるのが、はい、いいゲームでしたんでね、はい、球がなかなか回らずに本当に苦戦してましたんで、今日は流れるような日本を久しぶりに見てみたいですけどもね。直接シュートに行きました。この高木だけはね、ずっと調子よく来てますよね。この前の勝ち越し逆転のヘディングシュートゴールを決められますから仕方ないと思うんですけども、この相馬君、七海君、前園君のね。さあ井原がまたクロスを上げていく。高木の頭です。こぼしたところ左足シュート、左に切れました。特に前園君の出来がね、森島が蹴りました。前園君の出来がですね、はい、前園カズ、左側斜めも上がっているが、カズ自分で行くか、一人かわした、切れ込んでいく、これはゴールキックに変わります。はい、そうですね。前園から前へ、森島です。真ん中カズが待っている。そのカズを見た、ヘディングクリア、デニソフ、ミドルシュート打ってた、決まった。斜めが決めました。こぼれたところ後ろから詰めていた斜め、来ましたね。先制日本、斜めです。低い弾道でゴールの隅に決めました。緑色のディフェンダーがさーっと戻っていく。左サイド相馬が余っている。その相馬に行った、フリーの位置。さあ相馬どうする、クロスを上げた、頭飛び込んでいった高木。そして向こう側、しかし勝つことが大事だけども。さあ前園だ、前園がボールを取った前、高木、そして向こう側森島、森島フリーか、打てるか、浮かした、高木は頭には行きません。その前にディフェンダー戻りました。そのまま蹴りに行きましたが、これは空振りです。さあ行けるか、小村だ、一人かわした、これを戻してしまったカズ。キーパーはもちろん戻っています。森島はこっちにいる。波が上がっていく、前園、よし行け、右の前にはカズがいる。あ、出ました、森島行った、こぼれている、カズか、森島か、森島蹴れ、そして高木だ、クリアされた。まだしかし日本、七海がクロスを入れる、森島、はい、これが前園、そして森島へ、で自然に中に入っていくんですよ彼はね、はい、高木抜いた、1対1だ、ブガロ出る、ヘディングシュートはよし、カズが決めた。最後押し込んだのはカズ、2対0、日本攻め続けて追加点を取りました。前半の38分、日本2点目、まずは初得点ですね。シャリコフからこれがアトヤンです。そしてモモトフを使います。モモトフが上がってくる、シュートを狙っていったモモトフ。モモトフ左のサイドバック、イングバックのマタナゾロフ、右シュクビリン、これは笛はありません。原がちょうどゴールマウスのあたり、いいボールだ、カズでしょうか、どうか、蹴るのはカズ、前に来た高木、その後ろディフェンダーに当たって、その後この大村に当たったんですかね。また柳本、タックルを一人かわした柳本、自分で行くか、シュートを打った。この辺りはブガロもこぼしません。ゴールキーパーブガロ、柳七海だ、狙うか、狙った、これもいいシュートでした。いいシュートでしたね、はい、一緒にやってる時にこんなスピードありましたかね。来ました、さあ今度は左サイドだ、速いシュート狙った、こぼれている高木、笛がありました、オフサイドです。ゴレに行ってほしいですね。前園が行った、決まった、3点目、前園決めました、3対0。鴨監督の起用に
ここでフリーキックで答えました。さあ今度は数です。左サイド直接行くのか岡野の頭か、いや前園に合わせようというところだった。後ろから来た山口シュート、山口の得意のミドルシュート。残り時間3、いいですね。本田がかなりこれ高い位置まで上がってきてますね。出ましたね、出ました、浮かした、シュート決めた、前園決めました。4点目、先ほどはフリーキック、そして今度はこれはおそらく前園としてもさらに嬉しい2点目。その違いに戸惑いを見せていました前園ですが、今日2ゴール。そしてここで長い笛、主審のイランのモリジ・ジェラルさんの長い笛、4対0、日本ウズベキスタンを破りました。さまざまな収穫も得て8点をこれで6にしています。その収穫の一つはこの前園2ゴール、ナダミも今日は決めましたし、カズも今大会初ゴールを決めています。